少し懐かしいというか、うん、手間を取らせた場所ですね、兄貴。懐かしいな。ちょっと声を大きくできる。どうですか。ああ、いいな。まあでもお前はあれから変わったな。そうですかね。まあでもそれもボスやみんながいたからだと思いますよ。僕はこの街でまあ言っちゃ腫れ物みたいなもんでしたから、ずっと生きててあてもなく起きては寝て起きては寝てしてましたからね。まあ、その時にバンダーマーという男が現れてなんか照らしてくれたんですよね、この街の生き方を。それがモズだったっていう。生き方か。でも僕思ったんです、今回の件でボスを支えるためだけに生きていてもボスは支えられないんだなって。まあみんなモズのメンバーのことを家族とか、うん、仲間とか、まあ、そういった言葉で表してたと思うんですけど、僕はずっとピンときてなかったんですよ。うんうん、でも今回ボスに全員解雇されて、なんかこう光が、ボスがいなくなった感じがしたんですけど、と足元見たらみんながちょっと仲間がなんて言ったらいいんですかね、足元を照らしてくれてたんですよね。アリキもそうだしルーアスさんもそう、
エイラさんもジョバもニットも、ムジコさんもそう、おばちゃんもそうだ。みんながいないと前に進めないんだなって思ったんですよ。そうだな。だから僕はまあ今まで町にもそうですし、メンバーにもボスにも迷惑をかけた分、次は僕が輝いてみんなのこと助けたいなって思ったんですよね。まあまだまだ力不足ですけど、助けたいか。まあいろいろあったけど、俺はお前に助けられたと思うぞ。ありがとうございます。でも僕のギャング人生はユミドさん、うん、あんたがいなかったら始まってませんでしたから、本当に感謝してる。俺さ、はい、まあ全員解雇になってからさ、まあ正直どうしていいか分かんなかったんだよね。ええ、俺にとってこの街で生きる理由っていうかさ、やっぱりそれはモズで、ボスのため、モズのためって言って、まあ1年半くらいかずっとそうやって生きてきた。ええ、そんな中でやっぱり急にその生きる目標っていうのがなくなって、最初はやっぱりもうこの街を出てもいいかなとか正直思ったりもした。でもやっぱりな、俺にはモズしか、ボスしかいねえんだよな。まあそれでさ、はい、結局どうなるか分かんないよ、分かんないけど、ええ、やっぱり俺はこの街で生きていく以上はモズのために、ボスのために、ボスが思い描いてる夢をやっぱり俺は一緒に追いかけたいなって今でも思ってる。一郎、はい、お前はそんな俺についてきてくれるか。君とさ、そ
その質問に言葉はいらねえでしょう。どこまでもついていきますよ。言葉はいらないか。まあお前ならそうやって言ってくれるんじゃないかなって思ってはいた。まあでもやっぱりな、それはただ俺個人のわがままで、別に一郎の夢じゃない可能性もやっぱりあるからさ。一郎なら多分そうやって言ってくれるんだろうなとは思ってたけど、お前の夢は何だ？僕の夢ですか。ああ、お前の夢だ。あ、具体的にこれっていう夢はないですけど、この町で最高の尊敬できる人たちと ギャングとして毎日楽しく生きていくことですかね。仲間は大切か？もちろん。そうか。今はモズはボスだけだ。また俺たちがこうやって、まあ俺が声をかけて、仮に集まった人、ここで去る者、多分出てくる。はい。またそこで集まった仲間、ボスのため、お前は命張れるか？もちろんですよ。そのために努力してきたから。そうだよな。俺はね、ボスには言ったんですけど、うん、モズに正式加入する前に悔しい思いを何回もした。目の前で倒れていく仲間を見るのも心がずっと痛かったんです。どんだけ力になれるか分かりませんけど、そして仲間を支え続けるっていう覚悟は決まりましたから。ありがとう一郎。もっとでっかい男になって、支え切ってみせますよ。いいじゃないですか。一番組織で嫌われてた人間が
一番支えてる人間になったらかっこいいでしょ。一郎らしい答えだ。俺はお前が努力してきたことも知ってるし、組織のためにずっとやってきたことも知ってるからな。まあこれからもいろいろぶつかり合うことはあんのかもしんないけど、お前はもう十分かっけえよ。まだまだですよ。でも、言葉は胸にしまっておきます。そうか。君とさんも、しんどいこともあると思いますけど、その時は、まあ、力になれるか分かりませんけどね。頼ってください。頼れる男になりますから。もう一緒にスキンヘッドはやんないからな。ボスの元に帰ってから考えましょう。そういうのはね。そうだな。はまったく。まあ今な、そうやって俺と同じ思い、まあ、覚悟があるやつ今一人一人声かけてさ、またボスのとこに行こうと思ってるから。わかりました。僕はもう花からそのつもりでいましたので、もし手が回らないこととか足りない部分あったらいつでも言ってください。頼りにしてるぞ。任せてください。俺も完璧な人間じゃないからな。助けてって言ったら助けてくれ。もちろんですよ。それが仲間でしょうが。お前をモズに推薦してよかった。ボスの元に帰ってから言ってください、その言葉は。そうだな。よいしょ。よいしょ。どうですか、あれから。まあ、あれからそうですね。まあ、ほんと少しずつ、まあ、ほんとみんなから連絡あるんですけど。ルカスさん、ありはい。がとうございます。あ、いえいえ。お何もしてないですけど、仕事、私。飲食いただきました。ああ、どうぞ。はい、ありがとうございはます。い。勝手にね、支失払い礼ルしパまさしんにた。言はっい。たね、私がね。あ、ありそう、さつの。ごめん、言わない方がよかった。ごめん、大丈夫です。ルパさん、気使われてます。でも、まあ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 、いいんじゃないですか。なんでゴミ箱なの？もうちょっと綺麗なとこあるね。まあそうですね、本当いろんな、直接話せてない、まあニートちゃんもその一人なんですけど。ああ、そうですか。ニート様はもまあはい、前向きというか、そのまた戻るために力をつけようと思ってるっていう風な感じでしたよ。そうですね。うん。もう電話あった時、サバゲー行きませんかって誘われました。ああ、そうですか。まあ、ほんと、直接話せてない中でいろんな仲間たちからメッセージだったり、まあ、履歴だったりあるんですけど、なんて言うんでしょうね、個人個人とまあ向き合うために、ほんとちょっと時間はかかっちゃうんですけど。いいんですよ、時間はいくらかかっても。
まあ、ゆっくり会話できたらなとは思ってますね。うんうん、おやすみなさい。昨日、うん、昨日ルーファさんに言いたかったことがあって、ほう、なんです？ことというか、なんていうかその、まあ、自分がおこそかにしてたところ、はいはい。なんていうかその、まあ、ボス不在の時ですね。うんうん。今ボスだったらおそらくこう考えてこう動くだとか、うんうん、まあ、仲間を守るためにこういう言い回しをするだろうなとか、うんうん、っていうところはやっぱり1年半ボスと一緒にやってきましたんで、うん、まあ、100% とはいきませんけどもちろん、ええ、まあ、自分なりにある程度はまあできる、うん、というか、うん、やってきた、うん、と思ってるんですよ。佐野の女性服の番号って分かる方いらっしゃいますか？はい、まあでもやっぱり思い返せば分からないです、うんうん、そういう、まあ、外交、ね、ボスがいない時の外交っていうところは、ね、ちょっと待ってくださいね、キムトさん、はい、ちょっと確認しますね。ありがとうございます。ちょっと電話1本だけ入れさせてください。すいません、了解です。あ、もしもし、今お時間大丈夫ですか？はい、ちょうど今あの魔法少女カフェに体験さんがいらしてるので。あ、そう、手短にちょっとじゃあお伝えするんですけども、はいはい、シャノールの女性のベストの番号ってお分かりです？あ、ちょっと待ってください、ブラックさん、ちょっと待ってください、ごめんなさい、すいませんね、ちょっと待ってくださいね、女性のあ、ブラックさん待って、そのまま待機してそのまま待機して、まだ写真撮れてない、お忙しいときすいませんね。大丈夫ですよ。ですね、ちょっと待ってください。いってらっしゃい。あれどこ行った？どこ行った？メモで。私はここですよ。ちょっと待って、サイドからすごい電話と向こう。右ファス。右ファスと。左ブラックが。ちょっと待って、あれ、ちょっと待って、じゃない、ちょっと待って、あれ、カジノの番号見ればわかるかなと思ったけど、うんうん、ちょっと、今それ、急ぎですか？フルバッサのは。あ、急ぎではないんですけど。わかりました、じゃあちょっと一回、うんうん、大金さんのお写真撮って、はいはい、あ、全然大丈夫です、そちら優先してもらって、はい、はい、すいません、後で服屋で急いで見てきます。すいません、お手数おかけします、よろしくお願いします。はい、失礼します。失礼します。はい、一郎さん、ちょっとロギア様に確認してもらうので、ちょっとお時間かかるかもしれないんですけども、今探しながらちょっとやってます。あ、すいません、ありがとうございます。で、ちょっと私無線ちょっと抜けますね。了解です、いってらっしゃいませ。いってらっしゃいませ。はい、すいません。いえいえ。あなたはその今までずっとダーマ様のその考えとか動きとか、ダーマ様だったらこうするだろうっていうふうにやってきてると。まあそうですね、やってきたんですけど、うん、結局やっぱりそれを、うん、その、まあ、本当なんて言うんでしょうね、要点だけの共有、うんうんうん、であったり、まあ、改善策はしっかり共有できてたと思うんですけど、うんうん、結局今回の個人位の件で、うん、まあ、何でしょうね、伝えられてなかったっていうところがやっぱり会話の温度感、うんうんうん、であったりっていうところ、うん、まあでもこれは普段からやっぱりその要点しか共有してなかったっていうのが、うんうん、まあ、ずっとありまして、うん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 、やっぱりそれのせいでそのまあ個々の足並みがずれちゃって、うんうん、その情報漏洩っていう形に至っちゃったのかなっていうのがまあありまして、うん、なるほど、ね、
まあそれももちろんあると思うんですけど、そのなんだろうな、まあ先ほどまあ一郎さんとニート様にもちょっとそのお話はちょっとさせてもらったんですけど、はい、全員がその全員がダーマ様しか見てなくて、その仲間、それダーマ様以外の組織の人間へのちょっと信頼だったりとか連携がちょっと不足していた、ちょっとじゃないな、不足していたのがまあ一番原因かなって私は思っていて。そうですね、うん、それって情報共有もそうですけど、例えばキミトス様が、まあ、そのごめんなさい個人の件を引っ張りますけど、そのキミトス様が取った行動っていうのは私は間違ってないと思ってるんですね今も。はい、でもそれってキミトス様が言う通り、おっしゃる通り、その要点だけでなく全てを伝えていればもしかしたら防げてたかもしれないですけど、そもそもそれって組織で動くために一人一人がこう理解していなければいけなかったことでもあると思うんです。なぜキミトス様がそういう伝え方をしたかっていう、まあ、はい、うん、だからその組織として動く、組織とは何なのかっていうことの方が今後重要になってくるんじゃないかなと思っていて、そのもしまた皆さんで動くとしたらね。はい、そうですね、うん、だからそのダーマー様だったらこうするだろうとか、ダーマー様はこう考えるだろうってのはむしろあなたにしかできないことかもしれないので。まあそうですね、うん、まあ、そう言っていただけるのは本当に。ちょっと失礼。はい、はい、もしもし。もしもし、小月です。はい、お疲れ様です。はい、脳内の方にも意識番号をお送りしたので。ありがとうございます、はい、あ、脳内に伝わっている。本当だ、よかったよかった、ありがとうございます。テレパシー通じてよかったです。助かります、すいません。はい、まあ、はい、靴とかは多分自由だったはずなので。そうですね、はい、はい、その一覧があれば大丈夫かと思います。助かります、ありがとうございました。はい、すいません、お忙しい時にね。こちらこそバタバタしちゃってすいません。いえいえ、ありがとうございました。はい、じゃあ失礼します。はい、はい、失礼します。ちょっと一歩入れますね、電話。どうぞ。ありがとうです。あ、もしもし。お疲れ様です。お疲れ、見つかりました？あ、ね、ベストは見つかりまして。 あ、そうですか。シャツの色は別に大丈夫ですか？はい、自由ですよ。ちなみにそのベストは何番でした？あ、ベスト今八王子さん何番ですか？それ334です。あ、じゃあ合ってます、大丈夫です、ありがとうございます。あ、はい、ありがとうございます。でパンツは一応参考までに、はい、133番。133番ですね。でおそらくみんな合わせてるかなという感じです。シャツは自由で大丈夫です。自由で大丈夫です、ね、はい、わかりました、了解です、はい、ありがとうございます。じゃあお願いします。はい、はい、失礼します。すいませんね、バタバタで。お疲れ様です。はい、そうだからそれはあなたにしかできないことだと思うんで、まあできたとしても時間がかかると思います、他の皆さんは。そうですね、ですから、まあ、そこは引き続きあなたがその能力というか、その経験というか、そのスキルを存分に発揮して、他の方はその組織で動くっていうことの意識だったりとか、そういうところじゃないかなと思ってます。そうですね、うん、まあでもとりあえずやっぱり自分にできるベストは常に尽くしたいなって改めて思ったので、うん、まあ、そういう考え方であったり、うんうん、まあ、しっかり共有できるところは、うん、共有していけたらなと思っております。ありがたい話ですね。
じゃあもうこの際なんで私あなたに伝えたいんですけど、はい、その情報漏洩というものについて、はい、私情報漏洩はもちろんその情報漏洩っていう言葉だからまあちょっとすごく悪く聞こえると思うんですけど、うん、そもそもなんだろうな、場合によっては情報を相手に渡すというか、はい、情報をあえて言うっていう選択肢もあると思うんです。まあそうですね、うん、まああなたは分かってるとは思うんですけど、でおそらくそれができる人間ってのもまあ全員ではないと思いますから、うん、そこは難しいと思うんで、私もとても難しいと思ってて、まあ難しいですよね。自分でもやっぱりなんでしょうね、やっぱ探り探りなところもありますし、うん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 、まあ、で特にあなたの場合はダーマー様不在の時にどうしてもそういうことをしなければいけない場面が多かったじゃないですか。そうですね、うん、からね大変だったと思いますよ。ありがとうございます。難しいですよね、情報の取り扱い方ですよね。今後そのつけていかないといけないスキルは。そうですね、情報漏洩するなではなく情報の取り扱い方だと思います、課題は。そうですね、これを、まあ、結局その情報の取り扱い方っていうところで、うん、まあ、おのずとそのギャング、まあ、組織、うん、に対するその、まあ、メリットデメリット、うんうんうん、ですよね、行動もしかり、ね、だからこそその先日のダヨさんの何ですか苦しみというか、そうですね、もうあったと思うんで、まあダヨからしたらなかなか勇気のあることだと思います。あれはね、自らその情報漏洩してしまってみんなに謝罪がしたい、うん、謝罪をしてる途中、うん、っていう状況もありましたからね、うん、まあ、でもそんな中やっぱり共有してくれたのは嬉しいですし、うん、しっかり守りたいなって改めて思いましたね。そうですね、守りたい、まあそのダヨが一概にこう悪かったからなんて言うんですかね、まあダヨが悪くない時、うんうん、でも悪くなっちゃってる時、ああはいはいはい、まあ、とかですかね。守ってあげたいっていうのはダヨさんをってことですね。まあそうですね、うん、まあ、他のメンバーももちろんそうですけど、うん、もちろんもちろん今回のでより一層ダヨに関してはかわいい後輩ですよ。かわいい後輩ですか、生意気ですけどね。うん確かに、もうあなたの影響か知らないですけどあの人も私を年寄り扱いしてきましたよ。よくないですね。思ってないだろ絶対でも言ったんです自分が。おう、なんと、あのちょけたいんだったら外でやらずに一旦仲間内で練習しよう。私練習台ってことじゃんプラクティスジジイってこと。練習台になってる説ありますね。ああそうですか、まあ別に構わないですけどねあそうだったんですか。じゃあまあその何ですか、同志を集めて今後どうしていくかっていうのはまあ順調といえば順調という認識でよろしいんです。まあそうですね、うん、まあただまあほんとゆっくりその個人個人に時間作っていきたいので、うん、その連絡返せてない人とかもいるんで、はいはいはい、まあそこだけなんかちゃんとしたいなと思うんですけど、うん、
私もちょっとまばらに聞いてるので、はいはいはい、その皆さんがそのしかも日が違ったりするから現時点でのその皆さんの意思というのは知らないんですよ。はいはいはい、うん、まあ、自分が話してまあ本当そうですね、一緒にまた歩んでくれる仲間は、うんうん、まあ、お姉ちゃん、うん、だよ、ナタルで、今日で、ボアちゃんと一郎も。なるほどなるほど。ナタル君もそうでしたか。なんか結構悩んでたみたいなんで。まあ、ナタルはそうですね、ナタルは言ってたのは、うん、まあなんか結局そのまた戻ってもいいけど変わんなかったら意味ないよねみたいな感じだったと思うんですよね、うんうん、まあ、でもとは言いつつ救急のから車を移動させるとき、うん、ナタルが言ってくれまして。何のですか。まあなんかナタルなりにちょっと不器用な感じの言い方ではあったんですけど、はいはい、まあ君とシューって、うん、俺一人だったら何もできないからさ、うん、雇ってくんねみたいな。なるほど。まあ、多分ナタルなりのなんか遠回しっていうか、うんうん、いいですね。なんか信頼関係が、信頼関係が見えますね。はい、確かになんかこうタスクがないと分かんなくなるみたいなことをおっしゃってたので、はいはいはい、うん、まあ、そういうタイプの人間なんだろうなと思って、うんうんうん、一個愚痴聞いてくれます。ああ、どうぞ。私ナタル君にね、はい、まあ言えばまあお小遣いを差し上げたんですよ。はいはいはい。なんか個人の会議の後だったかな、ナンバー制度がなくなった後、はい、ダーマー様にお金をって言って無線入れたの覚えてます？ナタル君。ああ、はいはいはい。そうで、それでお金を結構な分渡したのかなと思ってたし、で、はい、彼にはイチカがいますから、うんうん、一緒に暮らしてるのはご存知ですか？一緒に暮らしてるんですね。そうなんですよ。で、まあ、その一緒に暮らしてるから、まあ、一家のね、あるでしょ、そういうお世話じゃないですけど、はいはいはい、で、まあ、古い考えかもしれませんけど、そういう時やっぱり男性側がね、こう支えてあげてほしいじゃないですか、はい、少なくともまあ私はそう思ってるので、うんうんうん、そういう意味も兼ねてね、ナタル君にお小遣いを差し上げたんです。一家、はいはい、の私の娘のね、私の娘と一緒に暮らすなら、はい、余裕のある男でいてくださいって。だから私としてはもうナタル君が一家にこうね、俺に任せとけぐらいの感じでいてほしかった、はい、いてほしかったのにね。それがなんで愚痴になるんですか。昨日ね、はい、一家にパパお小遣いありがとうってナタルがパパから、パパに俺いとけみたいな感じの違う、そうじゃないって私はね、悲しかったな。そうじゃない。ナタル君にはかっこよくいてほしかっただけなの、私は。なんか間接的に一家にお小遣いあげるの恥ずかしいパパみたいな。そうですよ。ダサい。悲しかったな。かわいそう。以上です。まあ、ナタルは本当正直ですよね。なんかまあそういう、そうか、そうか、そういう男だったっけなって。そうですよね、うん、そういうこう言えば、まあ、こうすればうまくいくのにっていうところも本当バカ正直ですから、ナタルは。なんか頭いいけどそういうとこね、なんか不器用というか。まあ本当いいところでもありますからね、うん、そこがね。まあでもいい男ですよ。うんうん、へえ、そんなことあったんですね。そうなんです。まあ、一家にもう一度情報共有して、
はいはいはい。で、一花もそのいわゆる前向きな方ですね。なんか私じゃなくて、はいはい、一郎さんが情報共有してくれたらしいんですけど。あ、はいはい、あの私と君と様とダイヤさんと話してる時だったので。なるほど。あの割とすぐ、いや、やるよみたいな、私はやるよみたいな、ボスが生きてるんだったらチャンスあるじゃんみたいな感じだったらしいので、勝てたらしいとか感じだったので、まあ一かも、そのもし次起きてきて時間あったらお話ししてあげてください。了解ですぐらいですかね。あと私話できてないのがシナバ様。ああ、もろともそうですね。うん、竹森くんには手紙差し上げたんでしたっけ、送ったんでしたっけ。竹森にはまだですね。あ、まだですか。はい、一応もろともは一瞬だけ無線さっき入りましたよ。ああ、そうですか。ああ、そうなんだ。一瞬、一瞬で抜けちゃいました、何も言うことなく。そうでしたか。キミト様、先にお話します、シナバ様と。まあでもとりあえず連絡来てる。ああ、そっかそっか、先に連絡来てる方からか。わかりました。ちょっと私シャノーロにちょっと行かなくてはいけないので。はいはいはい。もしそのシャノーロ落ち着いてシナバ様起きてるようでしたら、私からもお話聞いてみますね。了解です。じゃあそのような感じで。はい、他に何かなければ、まあ、ご無理なさらず。それはあなたもね。いや、ルファさんお年出た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 。でも若いからっていつまでも持つわけじゃないですからね。そうですね。そう、それにあなたはまあご自身でやるとはおっしゃったとはいえ、そういう役回りって大変だと思いますから。まあでもそれを上回るやりがいがありますから。おお、やりがいですって。仲間のためにならいくらでも時間使えますよ。聞きました、藤子様。あら素敵、あら素敵。もろともそんなんなんだ。あ、別にいいだろこれで。なんかずれてそうだな。間座ったっていいよ。いや、それは大丈夫だ。あ、そうなの。で、じゃあもうこれ以上の認識は、うん、統一されてないんだな。そうね、多分私が起きてきたのがマジで昨日だったから。で、昨日全部聞いたの。これは、うん、一昨日話した音の内容、うん、で、これ以外は特にないかな、うん、個人個人の意見以外は。まあじゃあ話すこともないんじゃないか。まあでも、まあなんか、まあ、個人の気持ちを押し付けるわけは別にないけどさ、うん、みんなどうすんのぐらいじゃない。まあどうするも何もクビだからな。まあ一応戻れる、なんかこれが試練だなんだと考えてるやつもいるみたいだから、うん、うんうん、てか最終的に多分元に戻ると思ってるやつがちらほらいるっぽいから一旦様子見てるけど、うん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 、最悪、うん、どっちでもいいかな。もろともが H かの中でね、もろともが一応嫌いじゃないんだったら、てかまあ好きでいてくれてるんだったら私は連れて行きたいぞ。いやでもこれを強要することじゃないし、まだ先々もう分かんないからね、うん、モズがもし再興するってなったらってことか。うん、連れてくも何も好きとかじゃないからな、そもそも。まあでもそれこそでもボスを好きで一緒にいたくて戻りたいなんじゃないの。ボスを好きで、うん、ボスの元でまたやりたいでしょ。今回の問題はそこか？違うだろう。
いや、なんで全員クビになったのかっつったら、情報漏洩だの、個人とのいざこざだの、うん、情けねえやつがいたからだろ。そうだろうね。情けねえというか、組織としてありえなかったからだろ。うん。そしてそれがボスにバレたからだろ。そうね、そうだろうね。うん。俺が正直気にしてんのは防衛だけだよ、うん、まあ5時にアタックしたのもバカだなと思うけど、うんうんうん、まあ、その短絡さと漏洩かな。うんうんうん。別にペラペラ喋るやつはペラペラ喋ると思うが、うん、それを結局漏洩というふうに取られるほど、まあ、他に話が回ってる時点で積んでるだろ。私ね、結構全然個人的に情報が何もなくて、そっちもね、あの昨日目覚めたの。ああで目覚めたら半グレになってたの。ああでその前は起きたらもう個人意図の席だったの。ああなるほどな。いっぱい貼ってた。俺もおおむね近いな。本当に間ちらほら何回か起きてるけど、ほとんど変わんないよ。ああなるほどね。だから個人意図の問題の会議があって肩がついたと思ってたら、うんうんうん、蓋開けてみたら全員クビだと言われて、うん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 。まあ聞くにダイヤの情報漏洩が原因なんだろ。そうなの。そうらしいね。あそうなの。あダイヤだっけ、ジンペイだっけ、ちょっと忘れたけど。えまああれ私そこら辺知らないかも。俺もざっくりしか聞いてない。ほん。まずは連帯責任ってことでしょ。まあそこだよな。うん。まあでもそのれで学んで、まあ、心入り替えるじゃないけどさ、認めてほしい、もまだそばにいさせてほしいって思って前に進んでる人もいるってことでしょ。まあでも人によってはいやもういいやっていう人もいるだろうよ、多分わかんないけどね、うん、それは。私まだ昨日起きてパパと一郎としか喋ってないんだよね。なるほど。そう、一郎さんの思ってることを、まあ、多分諸友さんが言った風に、うんまあ、まだボスといたくて、うんうん、なんかボスが再開したらまた入りたいって。うん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 。その気持ちがあるんだと前に進めると思ってるけどな私は。え、二人とも何して生きてんの今。うーん、お金の話。まあまあお金とか。うん、何して生活してんの。コンビニ。ああコンビニだね。あやってるんだちゃんと犯罪。うん、まあ俺コンビニはほとんど捕まんないから。あそうだね、俺も。まあ、もろともさここもあるやん。まあそうだな、ここも開けてる。うん、髪を。あ俺も昇降艇ある。あ昇降艇なんだ。ええ、そうだよ。え分かんない、働いてるの見たことないかも。あまり自分からツイートはしない人がいれば、なんか一緒に働きに行ってる感じ。まあでも働き口がもう一個あるんだったら、うん、まあ食いぶちは大丈夫そう。みんなまあ、おのおの考えてどう動くかみたいな感じじゃない、うん、あその明日弟のあれの中で多分あの、うんまあ、言ってるところを気をつけてね、なんかみんなが今してそうだな最近ってなったら。ああ、あの教員に書いてあったやつでしょ。うん、私ね多分ねって言われたんだけど、それはまあどうかなって。二人はなんか聞かれてる
人にモズ最近どうとか。いや私起きて今日なんだよな。俺もほとんど人と会ってないから会ってないんだよな人にな。まあジルデーって感じで出て言われたんだけど、うん、特に私さスーツ着ないからさ、うん、基本俺もそうだね。そうなんだよな、うん、し、ダヨウの洋服見てすごいびっくりした。いやダヨウはねいつもスーツだから。ダヨウ今私服なの。ドバちゃんもね、うん、私服ん。ダヨウ私服ってこと今。そう私服一番安いでしょまだあそうでしょ。うん、いやそれだったらマジで身を隠して変装して生きてった方がいい、うん、そうだね。まであるけど、いやまだ喋ってないか分からんけどな。うん、俺今日バンザン見かけたんだよね、うん、だよバンザン。おい、うん、ポスターで、うん、僕がちょうどコンビニ始めるところだって。うん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 。でなんか普通に誰だって聞かれて、うん、神谷ですって。うんうんうん。でなんか仕事頑張ってって言われた。いやーなるほどね、うん、元気そうだった。まあツンツンしてるボスと変わんないねうん、外が固くしてる。まあボス一人でモズではあるからね。それは昔からそうだし、うん、そうだね。うん、戻った。はい、お帰り。あ、諸友くん、ん、17日何か聞いてる？ 17? うん。いや。起きてくる？別に予定はないが。起きてきて。 17? 17。何があんだ？イベントやるよ。何の？U4U 出展してもらう話をしてるから。あーなんか聞いた気もするな。うん、わかった。まあ、うちの店が出るなら。そう、あのね、多分ね、ペティパティでお願いしてるから、そのタイミングで店開いちゃうんだよね、多分。ああ、あれだ、歌がどうとか言ってたの。そう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 、お願いしてるんだ。わかった。モルトモも歌ってくれてもいいけど、いちかも。絶対にやらないぞ。え、モロトモ歌うの？歌わない。音楽聞く？音楽は聞くよ、別に。もう聞くんだ。ええー。おー、ジーザスとか。おお。え？あれぐらいしか聞かないな、普段。そうなんだ。え？モロトモのおー、ジーザス聞きたいな。やらない。カバーしないんですか？カバーか。まあ、でもさすがにちょっと本家さんが歌ってくれるからあれだけど、え、聞いて普通に。え、いくらで動く？やらない。ダメか。お金じゃないのか。そうだな。そっか。無理やり拘束されて薬漬けにされた上に、うん、まあ金を死ぬほど積まれたらもしかしたらやらないこともないかもしれないが、気がついて覚えてたら確実に殺しに行くな。え？お金死ぬほどっていくらなの？人間いくらでお金で死ぬの？さあ。別に嫌がるんだったらまあしゃあないな。神谷くんもだってこの間じゃないな、昨日何の歌聞くのっていう話してたもんな。ああそうだね、 K-POP でしょ。あれ
J-POP ヒップホップな、ヒップホップだった。ヒップホップ聞くんだよな。ヒップホップとはなんかちょっと落ち着いてる系の、わあ、昨日誰って聞いたんだけどな、2文字だったんだよな、うん、のりなぎいかん、シャノールがいっぱい入ってるのか、わからないから、いや。バジ、バジ、うん、シャノール開いてる、電気ついてないよ。でもオープンスイート今エクセキさ、あれ、え、ファツミママいるんだけど、知らない子いるんだけど、メグさん、なんかさ、全然話戻るけどさ、うん、なんか話しときたいこととかある？なんかおのおの前向いてるんだったら私はいいかなって思うんだよな、うん、でもここ気になるっていうんだったら喋った方がいいと思うし、もろともは、うん、ある？俺は一旦ない、さっき話したのが全てだ、うん、ふん、でもこの3人の中で神谷くんが一番起きてると思うよ。それはそうかも。珍しく。まあでも確かに個人の時にはいなかったな、あまり。そう。ああ、そうなんだ。さんがいなかった1週間でしたよね。なんか、個人との。ああ、そうだな。え、そう、私さ、1個止まってる情報があるんだけどさ。うん。その、個人医さんから連絡が来てうんぬんみたいな、うん、で連絡来る来てなんか OK だよって言った人だけみたいな話で、私ノーハチェンだけで止まってんだけど、いやそれは確か共有させたはずだ、見落とし、チャットにどこだ、ああ、この4デイリスト9月25日時点ってやつ、ライブが書いてるやつ、どこ共有、こういうチャットの一番最新、あ、これか、読みにくっ、ユチャとスコティッシュとザウルス、ノアチェンバー、鬼のネネにナシマかな、入ってない、入ってない、え、ペティちゃん呼んだのダメだったかな、あれは白恋人だから関係ない、そっか、でもこれもな、だってここにさパティちゃんの方がいないわけ、もろとも的になんか複雑じゃねえと思う、あら多分忘れてるだけだろ、あ、そういう感じ、多分気にしてないよ。そっか、あれくどいだろ、1週間以内に電話とか、いや、まあ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 、うん、まあ結局こうなった以上はうん、そのあたりもナーナーになったしな、うん、ま、特にないかじゃ、ああ、よし。たまにはみんなで遊びに行こう、モズどうなるか分からんけど、まあ、このそっちは違う、どこ行くねん、そっちは従業員スペースだ。初めて来たんだからここ、ああそうなんだ、あ、そうか、あ、後ろまでは、ああ後ろまではね、うん、確かに、まあ、ともかく情報は漏洩せずに共有しろってことだ、そうそうそう、なんかあったら連絡して、うん、ちなみにボスが首まで踏み切った原因になってるその人間は人兵なのかダヨなのか、え、全然知らんよ、まあ、
一人でもないと思います。まあいろんな、まあ、トラブルにあってボスがいないとき、それが原因なんじゃないかな。なるほど、まあ、僕がこの今の状態、うん、モズこれからどうなるか分からんけど、うん、ボスがいないときたまにトラブル起きるんじゃないですか。これはちょっと自分で考えろじゃない。まあなるほどね。なるほどね。積み重なりじゃない結局。まあそれもあるだろう。まあ分かった。じゃあ車消えてね。いや俺はしまっただけだ。え、いつしまったの？さっき電話来たのはペディの修理完了だ。そうそうそう、あ、そういうこと？なるほどね。ああ天才か。まあ奥で大事な話してるって察したんだろ。まあなんかあったらまた連絡して。もろともとりあえず17お願いします。分かった、覚えて。